アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。叫んだよ、うちへ。これで俺が注意やねん。こさんぜやぞ。5年やってんねんぞ、こっちは。で注意やねん。おかしい。はい、新しい階級システムが30日に導入されまして、まあ、それに伴い、ユニコーンガンダムが実装され、新たなデラックスガシャコンに組み込まれました。まずちょっと階級の方からちょっと話していこうか。あの面白いツイッターのね、階級のやつ分かりやすいのあったんで、それをまずあのお見せします。はい、これですね。この、ルミアさんっていう人が書いてるこの階級システムのなんかやつ、運営が描いた理想の階級システム、まあまあまあ、まあ、中身はまあ各々確認してください。でこれ現実、ちょっと待ってくれよ。これパクついちゃうんか。これパクついやろ絶対。これ絶対パクついやろ。これみおぼえあるぞ。はい、今回はまあユニコーンガンダムが実装されたということで、回します。はい、回します。まあまあもちろんね、なんか、まあ、ガンオン系の配信者もとい、ガンオン系の実況者は今、なんかユニコーンガンダムが実装来て、なんか400コスで強えみたいな言うてますけど、ユニコーンガンダムほんまに知ってんのか、お前ら。やってるやつ、マジで。ユニコーンガンダム知らんのになんか、ユニコーンガンダム見たことないのになんか、そうやって中身知った風になんか話しとらんか。絶対話しとるだろ。俺は知らん。アニメ見たことない。けど僕はまあアニメは見たことないんですけども、一昔前にグリーというサイトで、グリーっていう SNS はなんかモバゲーみたいなやつのグリーっていうのがありまして、それでガンダムマスターズっていうのをずっと僕やってたんですけど、まあその時ユニコーンガンダムがいてめっちゃ強かったです。僕はだからその他の実況者とかそのにわかのユニコーンにわか配信者のやつらと違って、ユニコーンのことは知ってるんで、バンシーとか知ってるんで、僕バンシーとか、にわかのやつがユニコーン勝たんだよマジで。ちょっと唯一そこが許せない点でしたね。なんかゲーム内能力だけでユニコーンって言うてる人たちが憎いです。憎くて、まずはアニメを一巻から読んでこいよっていう話ですわ。回します。ちょっとね、デラックスガシャコンチケットが8枚しかないので、BC がね、あるんでね、それを、ちょっと待って、これ BC だけで回した方がいい、お得じゃないか、これ。1500円でしょ？頭いい、俺。1500円で回させて、回します。はい。1500円で回して、万が一当たらなかったら、8枚プラス、200円、頼む頼む頼む、あ、ちょ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 
カキンみたいになってるからやめよう。こんなガチャごときで、ガチャごときでハーハー言うの俺やめるわ。なんで！ちょっとあちょ、けどなんか今ジェガン出てた？ちょっとまあいいや、後で確認しよう。あ、残りジェガン出てないやん。何が出たの？ちょっとじゃあもう一回行くわ。これと8枚と引けるよね、600番。うん、いけるね。頼む。うわあ！いやけどこっからの、いや白からの赤箱が一番熱いから、一番の激熱。はっ！まあいいか、銀図でいいか。まあ僕ぐらいのね、あのテクニックがあったら銀図ぐらいがちょうどいいっていう、意見もありますよね。正直僕ぐらいの技術があれば武器少な。アナハイムエレクトロニクス社が極秘裏に進めていた UC 計画のもと開発された試作 MS 全身のムーバブルフレームがサイコフレームで形成されている。サイコフレームの強振ですね。まあニューガンダムと同じでどうやらサイコフレームが使用されているみたいです。優秀な機体ですね。銀図か、まあいっか、お金ないしな、もう400円しか持ってないしな、交換所も使っちゃったしな。ちょっと何が手に入ったんかちょっと分かんなかったんだけど、金図なんか2枚、虹枠の方の金図、これって強いやつじゃないの？これってこれ、あの伊豆一が強えって言ってたやつじゃないの？これ違うかな。でこれジガン高機動仕様、弱そう。で今回エコーズっていうのがあれだよね、エコーズとユニコーンだよね。関係ねえじゃん、高機動ジェガン全然関係ねえじゃん。あ、銀図があるや。まあとりあえずちょっと銀図しかないんだけど、このユニコーンとこのジェガンを作って今日は参戦しようかな。これ何これ、はい。てなわけでちょっと一旦カスタムして作ります。これで一回動画切っといた方がいいかな、あんまりこれ全部やっちゃうと長くなっちゃうんで、ちょっとそこら辺考え持ってやります。はい、では作ってきます。